地域おこし協力隊の福本さんと熊野さんに案内してもらっています。これなんていう木ですか？全然わかんないです。でもすごいですね、この木。なんだこれ。すごい。で、こっからがこの川沿いなんですけど、はい、が大木が結構、あ、両岸に。川になってるんですね。はい、あ、両岸から来てます。これは案内人の人がいないとちょっと分かるレベルじゃないですね、これは。ご覧の通り、こういう道なき道を歩いていきます。普段本当に人がいないんだな、来てないなっていう感じですよね。もう動物だけです。本当に来るの。すげえ。本当に立派な木だな。これはずーっとこの先まで木がありますね。根っか。野草さんのあの勝ちのとこまで。これやつ行きます。あそこに出るんですか。はい、あ、そっか、沢がありますもんね、はい、あそこに。ここは野草さんの昔の遊び場。昔からの遊び場。これ遭難しますよ。だってもう道ないですもんね。ないですよね。道じゃない。まあ、だから皆さんバス知らないと歩けないし。本当ですね。うわー、すげえ。うわー。この木何年だ。この辺りからですね、こういう下がとか群生の木が変わってきますので、はい。立ち取れなかったりする。わー、沢はすごいな、やっぱり。あの、橋がよくありますからね。倒木の。橋がよくあれ、誰かが自然の自然のですか。自然のです。あ、そうなんですね。だからそうなんですね。これも違うし、これも違うし、種類が違いますもんね。シダ一つにしても、種類が、うん、うわ、綺麗このシダ。この V のところ、V 台のところですね。あ、V のところが、はい、この蹴りに対して、はいはいはい。要はここだけ保護林で残されてたから、あ、伐採を免れたんです。あ、伐採を免れてきたんですね、はい、ここ保護林で保護してきて、あの急斜地なんで、ここ切っちゃうと、はい、崖崩れたんですから、はい、植林の手あの要はこほら、はい、モデルが悪いけど木の大きさが分かるかな、ほら。あ、本当ですね。太い苔もまたいい具合に。逆にこっちの方と木が取れじゃないですか。はい、左側。あ、こっち伐採が終わった。あ、こっちは伐採が終わってるんですね。あ、伐採されてるんですか。伐採されてます。あ、ほぼそうなんですね。結構手つかずってます。あ、一部こう部分的に残ってて。あ、部分部分が残ってるってことですね、はい、この木の太さすごいですね。福本さんとやっぱ人の大きさと比べてこれですもんね。そういう木がずっと並んでます。もうひたすらこの太い木が並んでるところを下ってます。これはあの案内人の方々が来ないと来れないような場所ですね。すごいすごいですね、木が。これはすごい。もうこういう木がもうずっとひたすらこの太い木が並んでますね。立ち並び方がすごい。この沢に続いて下の方までずっと続いてます。すごい。
癒されるな。本当に。今あれですね、保護林と人工杉の間ぐらい、うん、本当に間にいますね。はい、こちらはバッターされるよね、ユンボ入れてね。ああ、ユンボが入るわけですね、ここにも。あそこに猿渡りが、あんな高いところに10メートルはないか、じゃあ10メートルぐらいあるか。ありますね。番号が旅時期はね。ってきて増やします。上じゃなく落ちたの。木が朽ち果てていってる破片にヘツカランがついてたってことですよね。うん、そうです。すげえ。根っこだと思います。変わった根っこだね。あ、誰かが来て、ほら、関係者の人が来て。ヘツカランですか、それ。これがヘツカラン。で、あれが谷渡り。うん。これがね、もう少し行くと谷渡りと、今度はヘツカランのね、群生地になる。今度はヘツカランがだんだん多くなってくる。普通に来れないですよね、こんな。お風呂入れて、蒸し手やってたみたいですね、ちょっと。あ、ここでお風呂に入ってたんですか。いやいや、あの、小脳作りの。あ、小脳で出た場所が一箇所、ここ。あ、そうなんですね。小脳作り。小脳作り。ここかすもんね。まあ、この崖も下っていくんですか。下ります。ちょっとここまで本格的では思いませんでした。このなってます。作ってくれてるんですか。ヘツカランが群生してます。うわ、すごい。あれヘツカランですよね。向こうの方に谷渡り。すごい。あのフーランとかナゴランとかあんなのが出てくるから。ナゴランとか。ああ、ナゴラン。え、結構じゃあいろんな山とか見てきてもやっぱオリジナルな感じなんですね。オリジナルですよね。あの巨石もあって巨木もあって苔もあって、あとはこのこういう着生植物が、はい、違いますよね。ヘツカランがあって原種が、だから原種がたくさんいるのはすごいですね。いやー、すごいポテンシャルですね、やっぱりヘツカは。頭がバグりますよね。都会の喧騒から急にここだけ、急にここに180度ブースベリー立派。これね、昔はね、いっぱいなりよったんだけど、これ新しいよ、これ生きてる。あ、それ生きてるんですか。あの下のやつに生きてるんだな。あそこの木が折れて、台風で折れて落ちてきて、下の方で谷渡りが咲いてます。うわ、すごい。うん、うまい。帽子岩、あれが帽子岩。帽子岩までたどり着きました。
で帽子はでいいですよね、名前は。僕はキャップイワとつけてるんだけど。キャップイワ。帽子イワ。キャップイワ。早いもん勝ちです。さあ、これがついに帽子イワまでたどり着きました。この大きさです。すごい。あ、そこからですね。いや、もう豊かな、大きな巨木と豊かな自然の、大自然の中、ありがとうございました。締めようとしてます。まだあるんですね。まだあるんですね。すいません、バレましたか。30分コースで、通常はここは。下から来るんですよね。そういう案内は、来てくれるってことですね。はい、安尾さんが僕がしますので、ね、はい、で連絡先は福本さんのこちらで、こちらまで2票置いたらこのぐらいできるんですか。これも何でも食べますね。一番最初になると思います。2回目のこの3回目はこれを今日のお客さんどなただったのって聞いたら井村さんでした。会いたかったのにって言ってね。うん、そのくらい。今日はでもね、少なかった。今日は少なかった。我が客が特にまた口コミでなかった。じゃあ、安尾さん、じゃあ今日はありがとうございました。福本さんもありがとうございました。